さあ、ということで残りの時間ね、あれですけど、哀愁シンデレラ、この後ね、ムービーウォッチもやりますけど、高木さん。はい。いいともいっぱいありましたね。いいとありましたし、フードもたくさん出てきましたよね。とにかくね、あ、いいですか？いいぜ、いいぜ、いい。うん。焼肉のシーン。焼肉のあのさ、まあ、焼肉を焼いてて食卓で、で、まあ、ちょっとこう言い争いなんだけど、はい、あのさ、感じってあるよね、でもね。その、肉はいいんだよみたいな。ほっとけよ、飯なんか。ほっとけよ。あれはあるしね。あれはもう、あー、絶対くる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 、怒られちゃう、怒られちゃう、怒られちゃう、あー、やっちゃった、怒られたみたいな。またさ、ね、あの、小春ちゃんね、土屋さんの演じるその主人公、真面目だから、そう、そう、そうね。ね、それが裏目に出るパターン。ただ、ただ、ただ、怒る側としては、意外とこいつ冷静なんだみたいな。肉気に、肉気にしてね。そう、それもわかるのよね。それもあるんですよ。それもね、同時にね、あっていろいろ。いろんなお弁当がいっぱい出てきましたね。お弁当出てきましたね。可愛らしいお弁当で、おにぎりを作る時のこう、うん、おにぎり結ぶ時の音っていうか、ね、音ちゃんとね、キュッキュッとしっかり音結構しっかり聞かせました、うん、あと、うん、パフェのシーンもパフェね、いちごを食べてる時の、うん、いちごのつぶつぶを噛んでる時の音がした。あ、ちゃんとそこ、うん、これもう一回確認しますけど、僕はあ、聞かせてるなって。で、それ、しっかり食べてますよっていう音が伝わらないといけないシーンだと僕思うんですよ。うんうんうん、あの、要するに、相手が、はい、事後にね、その相手が食べたことをね、そうそうそう、ちゃんと認識してないといけない場面だから。そうです。だから、しかも相手の状況をさ、見ると、あ、音で伝える必要があったのかな、うん、伝わる必要があったの。うん、面白かった。はい、はい、はい。短いシーンでしたけどね。あとね、あの、低みなね、シーンも、あの、石橋亮さんがね、ビールすすり、こぼしたビール、机にこぼしたビールを直接、口を当ててすすむという。これが例の低み。低みの極み。まだディレクター笑ってる。全く迷惑かけてないし、もったいない。そうそう、あれ、これもったいない。そうそう、確かにもったいないですね、と。わかりますよ、と。だけど、だけ、それがまた石橋亮さんがさ、やるからショッキングだよね。そう。石橋さん大好き、すごいな。あんなかっこいい人がさ、さすがだな。はい。フード描写、イート描写も非常に豊富な、はい、哀愁シンデレラ、この後ムービーウォッチメンやらせていただきます。ぜひ聞いてください。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cinnamon DS review about? Movie Watchmen。時刻は6時30分になりました。2月19日金曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティーやライムスター歌丸です。今夜は TBS ラジオダイレクトスタジオに参上しております。そして、はい、金曜パートナーは TBS アナウンサーの山本貴明です。さあ、ここからは歌丸さんが劇場の最新映画を評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは土屋太鳳、田中圭主演のサスペンス哀愁シンデレラです。では歌丸さん、お願いします。はい、やらせていただきます。さあ、ここからは私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜扱うのは、2月5日から劇場公開されているこの作品、哀愁シンデレラ。この、あの、音楽もね、この、大体あの、ワルツにすると、優雅さの反面で、ちょっとこう、皮肉な感じが出るって僕いつも思ってて、なんかそれがすごく聴いてるこの音楽も良かったですよね。はい、監督の渡辺良平さんが、蔦屋クリエイターズプログラムフィルム2016でグランプリを獲得したオリジナル脚本を自身の手で映画化。市役所に勤める小春は、ある夜、祖父が倒れた上に、実家が火事に見舞われてしまう。不幸のどん底に落ちた小春は偶然、8歳の娘、光を男で一つで育てる、裕福な開業医、大吾と出会う。やがて二人は結婚し、小春は幸せの階段を登り出すのだが、主な主演は、小春役の土屋太鳳、大吾役の田中圭、二人の子供、光役の世界的キッズインスタグラマー、ココ。ココさんっていうのは、まあ、演技経験はないんだけど、大抜擢というようなことらしいですね。はい、ということで、もうこの作品見たよというね、リスナーの皆さんからのね、感想メールウォッチメンからいただいております。ありがとうございます。最終シンデレラ、メールの量は多め。あ、そうですか、ありがとうございます。結構見やすいともあんのかな。で、賛否の比率は、褒めの意見がおよそ2対3で、褒めの意見が3分の2か、3分の2、3の方が多いものの、最近の中では賛否が分かれている方かもしれません。褒める意見として多かったのは、家族という名の呪いを描いた新たな名作、前半のブラックコメディ的なノリから一転、後半のホラー的な展開が本当に怖かった。土屋太鳳、田中圭もそれぞれ良かったが、子役のココちゃんがやばかった、などなどございました。一方、説明不足や描き込み不足が、あえてというより単なる稚拙に見えてしまったとか、映像やセットとかの、まあ、あの、に対する、まあ、意見であるとか、ラストであれだけショッキングな絵面を見せたいのなら、そこに至るまで
までの流れをもっと丁寧に見せるべきなどの声もありました。あとですね、中島哲也監督作品、確かにそのテイストあるかもね、とかですね、アリアスター監督のヘレディタリーを思い出したといったような声もありました。代表的なところをご紹介しましょう。ラジオネーム、ミツさん。賛否あるかと思いますが、私はこの映画が大好きです。個人的な話になりますが、私の家族は機能不全家族です。父、母との個々の、親子関係は良好なのですが、両親同士は事実上家庭内別居状態で数十年会話がありません。両親が仲違いしたきっかけは、おそらく私が小学生の低学年の頃に父親が母親に振るった暴力です。家族という呪い、家族は無条件で互いに信じ、愛し、助け合うものだといった社会に蔓延する空気を感じると、愛し合えていない家族で育った自分には大事なものが欠けているんだと思ってしまい、私の自尊心を傷つけます。また一番苦しいのは、私も将来結婚できて子供ができたとしても、健全な家族は形成できないんだろうなと考えずにはいられないことです。この映画は今までずっと私が抱いていた目に見えない不安を、観客に不快感を抱かせてしまうほどに具現化しています。土屋太鳳さん演じる小春が最後に決断したことは、伝統的な家族観では当然とされる、我が子を無条件に愛することです。家族という呪いを描いている点で、アリアスター監督作、ヘレディタリー継承と通じるものを感じましたというね。はい。まあ、このテーマをちゃんと描いたことみたいなことも評価しつつということで、まあ、ご自分にね、そこまで重なるとね。はい。あと、まあ、ラジオネームとね、イークラさん、哀愁シンデレラ、私の評価は3ですと。冒頭、ハイヒールを履いた主人公が学校の机の上を歩く印象的な逆さまのショットから始まり、続く廊下で割烹着を脱ぎ捨てドレスになるシーンでは、なるほど、シンデレラの物語をなぞっているのかと思っていましたが、まさか最後のあの展開につながっていくとは。幸せな結婚生活のはずなのに、シンデレラ序盤のような床掃除の構図があったり、中盤、娘の光がその本性を表し、小春のミスを生やし立てるシーンでは、魔法が解ける12時の鐘が後ろで鳴っていたり、そう、小春さんが後その結婚を決意するところは12時の針がちょっと手前のところ、要するに12時にシンデレラの魔法が解ける前に結婚を受けようとかね、幼少期でそのシンデレラオマージュ入ってますよね。ラストシーンだけ切り取ればしっかりと彼らなりのめでたしめでたしで終わったりするところも偶話的で面白かったですと。家族という地獄を描いたヘレディタリー継承のようでもある。この方も言ってる。初めは異質に見えていた集団に迎合していくミッドサマーのようでもある。むしろ育児に思い悩む大悟や赤ちゃん返りする光の人間的地面が現れてからの彼らを先導しさえする小春はミッドサマーのもう一段先を行ったように思えましたというようなご意見。一方良くなかったという方、ジャイアント厚彦さん、完全否定というわけではありませんが、どちらかといえばいいなというね。はい。自分はジョーダン・ピール監督のゲットアウトやアスが大好きなのですが、話の方向性とエンディング的には似ている部分が多くあるものの、日本の中ではなかなかに発生しにくいであろう展開に進んでいる上に、最後はやり逃げ感が否めず、納得感や社会風刺感が少なかったので、どうしても B 級感以上に感じられることができません。もっと複雑に社会との交わりがあれば、童話のレベルから隣の家のドキュメンタリーになって、作品が本来見せたい方向のジャンルに近くなっていったのかなと思いますと。話の展開の持っていき方としてすんごくわかりやすい伏線が払えて丁寧に回収していくので、どうしてもくどくなるのと、オチの展開も容易に想像ついた部分は残念に感じましたと。総じてもっと社会に近い部分で描けていれば、和製ジョーダンピール作品になり得るポテンシャルを感じた、作品だったという感じでしたとか、あと、まあ、ラジオデールメントリさんはですね、かなり、厳しい言葉で酷評をね、重ねていらっしゃったりとかね、はい、はい、ここ伏線ですからね、注目とあからさまな見せ方をしているにもかかわらず、よく言えば観客に委ねる、悪く言えば投げっぱなしになっていて、あまりにも雑な印象でした。と、まあ、本当にいろいろ書いていただいて、ちょっと時間の関係で省略させていただきますが、すべてがラストのあのシーンありきで、とにかくそこまでに至るディテールが雑で違和感しかなく、物語の部分に全く入り込めませんでした。今年の暫定ワースト1ですというような厳しいご意見もございました。さあ、といったあたりで、哀愁シンデレラ、私も東宝シネマズ日比谷で、2回見てまいりました。これね、2回見た意味がすごくあった、僕の場合は。平日昼にしてはまあまあね、男女比3-7ぐらいで、結構入ってた方かなと思いますね。改めて言いますと、本作、ツタヤ、クリエイターズプログラムフィルムという、次世代の作り手を発掘支援する公募企画があって、まあ、それのグランプリなんですけども、ですね。で、例えばですね、ここから、実際にその、制作されて劇場公開された作品も今までも結構いっぱいあって、例えば2015年グランプリの嘘を愛する女。ね、あれとか、2016年審査員特別賞、ブルーアワーにぶっ飛ばすとかですね、あれかって感じですよね。あと2016年準グランプリ、これ僕は週刊文春エンタで単評させていただいたゴーストマスターとか他にもいろいろあって、ということで、まあ、実にすでにいろいろあって、まあ、プロジェクトとして非常に志いいですよね。すごく若手の発掘で、なおかつ支援をするという、ツタヤクリエイターズプログラムフィルム。で、今回のその哀愁シンデレラはそれの2016年度のグランプリ、企画ということで、ちょっとまあ実現まで時間がかかった方かなと思いますけど、これね、朝日新聞の監督のインタビューによれば、この間にですね、大手映画会社から映画化のオファーもあったけど、これね、
ラストは感動して泣けていい気持ちで劇場を出られるようにという変更を提案され断ったっていうんですよ。まあもちろんね、後味の良さが必要なタイプの作品っていうのは間違いなくあると思うけど、少なくともこの話に関して言えば、そこね、そこで言うことを聞いてなくて本当に良かったですねってことに尽きるし、大手株式会社のですね、その、案の定といえば案の定な考え方のレベル、やっぱそんなもんかっての突きつけられた感じで、ちょっと暗淡たる気持ちにもなるような、感じがします。まあ、とはいえですね、逆に言えば、こうして実際出来上がった本作は、まあ、本来のその作品としての本質、志を曲げずに作ったということだし、それでいてキャスティングから撮影、美術、衣装に至るまで、少なくともこの物語に求められるものとしては十分以上に堂々たるメジャー感を称えた娯楽作品もまあなっていて、まあ、正直多分、そんなに予算があるはずはないと思うんですよね。見た目よりはないと思います、この映画。なので、まあ、かなり頑張ってる。前述したようなその球体依然というか、硬直した思考がまだまだ支配的と言っていいらしい、昨今のその日本映画界の中ではかなり意欲的な、その意欲性を持ってまずはちょっと評価に値するような一作ではあるかなと思います。まあ、つまりですね、要は、ラストは感動して泣けていい気持ちで劇場を出れるというような作品のある意味正反対だってことですよね。人によっては気分が完全に悪くなるような、しかし見方によってはひねりにひねったハッピーエンドとも言えるような、インパクト大にして解釈の幅があるような、まあなんともしれんその鑑賞後の余韻が残るとかですね、まあ、もちろんそこに至るまでの毒っ気たっぷりなそのグロテスクな展開、しかし同時にそれはアーティスティックにコントロールされた、まあ、美しかったり楽しかったりする画面である種ポップに語られていって、で、その背景には現実の社会に対する、まあ、鋭い問題意識みたいなのも透けて見えるというような。まあ、それは例えばですね、まあ、本作のその音楽担当、藤本義孝さん、先ほどね、オープニング、あずかかってましたけど、ワルツフの曲が、監督から参考にということで進められたという、まあ、明日のジョーダン・ピール。これ実際監督がジョーダン・ピールをやっぱり参照しているわけです。あるいは、まあ、アリアスターであるとか、まあ、ヨルゴス・ランティモスでもいいですしね、あと、まあ、この間も表したばかり、スワローのカーロ・ミラ・デイビスさんもそこに加えていいかもしれませんし、もちろんその、いただき、今ね頂点にいるのはポンジュノというところでしょうけども、はい、とにかくそうしたまあこのコーナーでもね数々絶賛してきたような、そして山本孝明さん好みの癖が強い世界の異能監督たち、異能の作家たちの意気に日本からも俺たちが挑むんだという気概に、まあ非常に前編溢れた一作だと思います、この哀愁シンデレラね。脚本監督の渡辺良平さん、脚本家として全員、まあ、いろいろと活躍されている方なんですが、監督も手掛けられているものとしては、2012年に自主制作映画、コレピアンフィルムフェスティバルで入選して、後に劇場公開。これ、僕このタイミングで U-NEXT で拝見したけど、これ、ピアンフィルムフェスティバルで入選というレベルの自主制作には、してはすごい、めちゃめちゃこう、ちゃんとできている、賢い犬は吠えずに笑うという、これすごい面白い作品でしたけど、これ、僕もこのタイミングで見ましたけど、こっちは、女の子同士の友情がどんどん行き過ぎたことになっていくっていう話なんですけど、要はその最良の出会い、最良の関係だと思っていたその相手の隠されていた暗い一面が明らかになっていく。しかし、共依存的でもあるその絆を断ち切ることもできず、どん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 その、闇、闇ってのは暗闇でもあり、その病気の方の闇の、濃度がですね、その閉ざされた関係性の中で、まあ、ひたすら濃くなっていく。で、破滅が待っているみたいな話。という意味ではですね、完全に今回の哀愁シンデレラとこの、賢い犬は吠えずに笑う、通じる一作でしたね。完全にだから作家性としては一貫してるなという渡辺良平さん。ただね、この渡辺良平さんにとって商業映画の監督デビューとなる今回のその哀愁シンデレラは、その前作の賢い犬は吠えずに笑う、まあ、とはいえやっぱり実質作映画らしい荒削りさっていうのは、まあ、まあ非常にあるんだけど、それとは打って変わってですね、まあさっきも言ったように、まあ、キャスティングは豪華だし、あと画面のルックのコントロールもまあがちゃんとやってると。とてもそのメジャー感溢れるポップな作品にちゃんとなっている。ね。さっきも言ったように、とはいえそこまで予算がたっぷり用意されてるというような作品でもないでしょうから、間違いなくこれは作品に関わった、まあ、スタッフとか出演者全員の強い意志。要するに、この物語、脚本にふさわしい、本当にの意味でふさわしい映画にみんなでするんだという気合の賜物だと思うんですね。すごい頑張ってんだろうなっていう感じがすごいするわけです。最大の勝因はやっぱりね、これはキャスティングですね。特に主人公小春に、土屋太鳳という、この絶妙さでもう僕8割この映画は勝ってるというふうに思いますけど、日本女子体育大学体育学部運動科学科舞踊学専攻というね、で今まだ在籍されてるということですけど、だけあってというべきか、とにかく皆さんご存知の通り土屋太鳳さん身のこなしのしなやかさ、まあ、ダンスのうまさ、今回もねダンスシーン出てきますけど、身のこなしのしなやかさ、そしてそこからにじみ出るその人柄のまっすぐさというあたり、例えばまあ女優さんとしてはですね、はい、非常に評価もされましたけど、8年越しの花嫁と2017年
の作品、これまさに体当たり演技も素晴らしかった。あれもやっぱりその体のコントロールが甘い&真面目ならではの役柄って感じでしたし、でその彼女のそういうまっすぐさ、ピュアな真面目さというあたり、それまさにそこを渡辺良平さんも買った上でのキャスティングということみたいで、これシネマカフェというところのインタビュー記事によればですね、そのね、今回そのキャスティングが決まったところで、まあ、作品に関して自信が持てたっていう、それはその自信がそんなに持てたのはなぜなんですかという質問に対して渡辺良さんこんなこと言ってる、土屋さんが持っている普段のパーソナリティ、真面目すぎる感じからです。それがあるから大丈夫だと思った。例えばインスタグラム一つ撮ってもものすごく長文を書くようなあの真面目さ、異常なレベルの真面目さだと思います。これは褒めてるんですがという、まあ、言いながら異常なレベルの真面目さ、真面目すぎるがゆえの危うさみたいなものが小春という人物とすごくリンクするように僕には思えますしたと言ってるわけです。はい、まさにその通り、この主人公小春、幼少期のねその体験がね、まあそのお母さんに捨てられたという体験であるとか、またその社会が植え付けてくるこの幸せっていうののこの脅迫観念、こういうのが幸せですよっていうような脅迫観念、そして、序盤、まあここ素晴らしいテンポで畳みかけてくる不運の鶴瓶地、ここ本当に見事なダークコメディとして本当に見事だと思いましたけど、不運の鶴瓶地、そのあまりの不運の反動もあって、その正しい母親像とかですね、正しい妻像といった観念に強く囚われてしまっている人なわけですね、小春さんは。で、この小春さん本当に真面目ないい人なだけにですね、自分の思い込んだ正しさに、まあ、囚われがちだし、それにそぐわない他者に対してはちょっと思いのほかきつめ、バッサリした断定口調で否定したりするわけです。それがちょっと序盤でも真面目ないい人なんだけど、あれちょっとなんか決めつけが怖いんですけどみたいな感じもちょっとする。そこにこの土屋太鳳という絶妙なキャスティング、本当にね、見事にハマっていて、これね、土屋太鳳さんご自身脚本を送られて3回断って4回目に受けるという、まあ、要するにラストの展開がどうしても受け入れがたくてというような、これも含めて、でも3回、言われて4回目にこの役柄が私をね、なんか泣いている小春ちゃんが泣いている気がしたなんていう、この受け方もやっぱりもう土屋太鳳もうやっぱり真面目で最高って感じだし、そうですね、その3回断られても確信を持って愚動胸を起こしたこのね作り手がもう本当に最高という感じだと思います。まずこの土屋太鳳のキャスティングでも僕は8割もう親指立った感じだと思いますけどね。また本作におけるその、これもいいですね、セリフが面白い、白馬に乗った王子様より外車に乗った御医者様っていう、こういうセリフもまあ渡辺良平さんさすが、まあ脚本家として活躍されてる方なんでさすがだと思いますけど、とにかくその、小春を見染めるですね、大金持ちのシングルファーザー大吾という、これ演じる田中圭さん、まあ前半のね非常にカジュアルな人柄、まあ田中圭さんがすごくカジュアルにしてる感じで、ああいい感じの人だなっていうのは、まあもちろん田中さん素でいけるわけだけど、ただその中の端々にこれも本当に小春によく似た他者へのこう非常にあれっていうぐらいバッサリした厳しい口調で、あれちょっとこのいい人っぽいけどなんかちょっときついなこういうとこだけで、やっぱり一皮向いたらクソっていう感じは、これも田中圭さんお手の物ですね。こんなものはね、一皮向いたらクソ役は全然お手の物みたいな。特に敬語を多用しての本当に感じの悪いモラハラ演技みたいな、これは本当に圧巻でございましたね。さっきのちょっとね、山本隆さんといった焼肉をめぐるね、言い合いのところ、言い合いってか、おごり演技とかもね、さすがでございましたし、さらにキャスティング素晴らしいのは、これ、大悟の娘役、演じてるこのココさんという方、この方は、演技経験がある子役じゃなくて、インスタグラマーなんですね。その、お父さんお母さんがなんかヴィンテージものの、古着のお店なのかな、をやってらっしゃって、それの関係もあって、様々なブランドものを着こなすインスタグラマーで世界的に注目されているような方らしくって、要はですね、いろんなうまい演技的にもっとうまい子役はこれオーディション来たらしいんだけど、ここで子役的なその自然なうまさじゃなくて、ロールを演じる子供なりの賢さや計算に長けた存在っていうこと、つまりそのある種演技であることがきっちり見えるぐらいの感じ、賢くて計算してるな、ロールを演じるのにっていうのが見える存在として、このインスタグラマーであるココさんをここに置くという、これ軽眼なんですよ。なので演技が子役的で記号的だって批判のメールがあったんだけど、僕そこは半ば意図的だと思うんです。つまりその記号的なロールを演じる子供を演じてるんですよね。はい、非常に見事なあれだと思います。この役は本当に重要で、主人公小春を通じて我々観客にもですね、強いバイアス、つまりこの子は嘘をついてるんじゃないか、実は強い悪意を抱いてるんじゃないかという強いバイアスを与え、現実事実の認知を歪ませる非常に重要な役割なので、ココさんこれ見事にハマってます。だからこの主要3キャストのハマり方でほぼほぼもういいんですよね、今回の映画はね。はい、キャスティングで言うと細かい話ですけど、先ほども話題に出た、小春の父親役、石橋亮さん。理想の出会い、パートナー候補だと思っていた相手のことを、実は何も知らなかったということから起こる恐怖の体験という、この話、意味ではですね、彼主演のあの恐怖の名作、オーディション。
これが非常にまさにそうで、オーディションの立場ちょっと逆にしたと言えるかもしれない。この配役、オーディションオマージュちょっとあんのかなというふうに僕は思ったりしました。まあ、これは僕の想像ですが。あと、小春菜のバンドマンの彼氏、これ、水石、アトムさんという感じの、浮気の詫び入れに作ってきた弾き語り曲をバサッと切る、編集含めてめちゃめちゃ笑えたし、その彼の浮気相手、職場の先輩、綾野綾さんとかの方が演じる、あそこでね、彼が指を噛ませてるでしょ。その指を噛ませてるっていうのを、後でものすごくいやらしい回収の仕方するんですよ。これがね、やっぱ渡部良平さん、性格悪って、これ褒めてますけど、こういう、だから、異能の作家軍に加わる資質ありっていう、性格悪っていう感じだったりだと思いますけど、指を噛むという、言っている。他にも幸せをめぐる価値観についての議論をする、この友人たち。これ非常にテーマをめぐる重要なポイントなので、この友人たち演じてらっしゃる安藤和子さんとか、金沢、美穂さんですか、非常にこのあたりも公演され、バッチリハマった公演されてる。僕は考え方としては、金沢美穂さんが演じる友人が言う、そもそも夢とか、夢とかそのなんとかのイメージを最初に抱かない方がいいっていうのは、僕はこの考え方に近いんですけど、はい。そうした、その見事なキャスト陣に加えてですね、本作のもう一つの主役と言えるのが、先ほどから言っている、ルックのコントロール。つまり、吉田清さんのその撮影はじめ、矢内京子さんという方の美術であるとか、坂井美樹さんかなの、衣装なども含めてですね、形付けられる、その画面そのものが訴えかけてくるもの、語ってくるものという部分。これが特に僕、日本映画の中ではかなり比重高めっていうか、ルックの作り込み、が非常にしかも何度も言いますけど、予算そんなない中でよくここまで結構作り込んでるなって思ってますね。まずメインの舞台というのはその第五の邸宅、これハウススタジオを使ってるらしいんですけど、ちゃんとこう透明人間とかスワローのその邸宅とも引きを取らないようなリッチさ空間にちゃんと見えてるし、よくここ見つけてきたなと思いますし、うまく使ってるなと思うしね。はい、向かいが海で、土屋太鳳さんが途中である重要なアイテムを捨てるんですけど、あそこでこれシナリオを読むと、シナリオにはそうなってないんですけど、土屋太鳳さんがこの海じゃない方を見て投げ捨てますね。これは映画の方の、あれも見事な、こう、演出でしたね。それいいんですけど。はい、とにかく、で、そんな感じで邸宅も素晴らしいし、何より本作印象的なのは色使いですね。これぜひ皆さん色使い注目してみていただきたい。例えば、小春の実家などで際立つブルー、あるいは小春の精神がこう、なんか揺らぎ出すと増えてくるパープル、中盤から目立ち始める赤、そして何より、幸せの絶頂とどん底、どちらでも印象を強烈に残す黄色の使い方とか、とにかく全体にこう、明らかにある意図を持って配されたこれらの色使いが、本作にある種の全体にもう偶和性、だからね、リアリティというよりはそもそも偶話的に作り込んでるっていうことだと思うんですけど、現実から少し乖離したムードを醸成しているということだと思います。もちろん風土演出の数々ね、さっき山本武さんともちょっと話してましたけど、そこも含めて非常に面白いというのがある。で、ここであえてストーリーそのものにあまり触れずに来ましたけど、いわゆるそのシンデレラストーリーそのものの展開かと思いきやというところから、要はそもそもシンデレラストーリーというものが持つ、言うまでもなくですね、その力を持った男性の庇護のもと生きる、のが女性の幸せだというその価値観の持つそもそもの欺瞞性とかいびつさみたいなところであったりね、もちろん性差別的でもあるし、あとその実際小春さんはですね、実際家族ぐるみで経済的に大悟に依存してるからこそ、どんな歪みにも順応するしか道がなくなってしまってるという、そういう歪みですね。だからシンデレラって本当にいいのかって友人が言ってましたね。怖くない？シンデレラって話っていう、まさにその通りのことが浮かび上がってきたりとか、同じく良き母親たれと社会は言うけども、その良きとは一体何なのかね。そもそも親の愛幻想のその危うさですね。子供のためなら俺は何でもできる。社会ね、世界全体を敵に回してもっていう。それは気持ちとしてはね、わかりますけど、それってつまり社会性と乖離しても、親の愛というのは肯定されるんだって考え方は、つまり私の子供なんだから社会と乖離してもいいだろう。虐待する親とか、モンスターペアレンツとその虐待は結構紙一重だよねっていう、てか表裏一体だよねってことが、浮かび上がるようなそういう構造であったりとか。現在の日本社会、未だに脱却できていない歪な女性像、妻像、母親像、ひいては家族像、そうしたその普遍的な問題っていうのが背後からこう、偶話的な中から浮かび上がってくるという作りになっている。で、特に本作において重要なのはですね、我々自身が思ってること、見ててですね、こうやって、こういう話だなと思ってることは、実はさっきも言ったように、すごくバイアスがかかった見方かもしれないって、ここが重要なんですね。例えば、光ちゃんは本当に悪い、怖い子なのか。っていうね。これに関してはですね、パンフレットで監督がですね、かなりはっきりした真意を述べてらっしゃってですね、これぜひ鑑賞後に答え合わせするとなかなか面白いと思います。というのは、僕自身ですね、一回目見て、こういう話だなって思ってたのと、監督の真意が、そういうことだったんだ。俺ものすごい、こう、偏見で見てて、分かってなかったわ、みたいなことがあって。で、二度目見ると確かに、全然監督が言ってるバランスに見えんじゃん、みたいな。
どんだけ俺バイアスかけて見てたのみたいなことが気づいたりする。その自分の中のバイアスに気づくところまでが本作の醍醐味なんだなって思ったんですね。はい。なので、ぜひここから先は皆さん、ご自身のですね、目と頭でこう、味わっていただきたい、考えていただきたいと思います。ラストの一大飛躍はちょっと飲み込みづらいところも確かにある気がします。批判も多かったですけど、実際要するに、現実的な段取りとして考えるとちょっとありえないですね。あれが成立するのは。なんだけど僕は、個人的にはあれは、一種の皮膚表現だと解釈すればありかなと思います。つまり、完全に社会と乖離してしまった。つまり、他者が消失してしまったあの家族からは。っていうエンド。という風に取るならば、バッドエンドにして彼らがすれば、ひょっとしたら究極のハッピーエンドという風に取れる。他者が消失した状態、他者を締め出してしまった状態の比喩と取るならば、ありかなという風に思った。ただ飲み込みづらいのも確かだし、現実にありえないじゃんっていうツッコミが入る要素が、まあ、あんな間違いないと思う。ただとにかくですね、この渡辺良平さん、今後もですね、もちろん脚本家としてもね、活躍されるでしょうけども、作家性とエンタメ性をですね、両立したこのようなオリジナル作品、どんどん作っていただきたいし、この世界のね、異能の監督たちにこう、挑んでいくんだという、この志は本当に良しなんで、僕はめちゃめちゃ、面白かったし、応援したいと思いました。ぜひぜひ、劇場で、自分のバイアスに気をつけながら、ウォッチしてください。さあ、ということで、来週の候補作品、6作品です。まず最初の候補はこちら。あの頃、続いてはこちら。わらにもすがる獣たち、三つ目はこちら。素晴らしき世界、四つ目。樹海村、五つ目。ダニエル、最後の候補はリスナーカプセルです。複数からいただきましたけど、岐阜の友津さん、歌丸さんにぜひ評論していただきたい映画は韓国映画ノンストップです。今年の満足度ナンバーワンの映画となりそう。コメディとキレキレのアクションのバランスが絶妙ということです。レッツガチャタイム。さあ、自分で回すのも久しぶりですけどね。時間回し、歌丸さんの時間回し。コロリーンと、何ですか？何ですか？来た。あの頃が来てしまいましたね。はい、今泉力也監督、モーターのね、あの頃を描いた、行ってみよう。はい、ということで、もうこの映画を見たという方、この感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸アットマーク tbs.co.jp まで。あと番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされておりますので、そちらもご参照くださいませ。以上、週刊映画指標ムービーウォッチメンでした。この後はナイブスーパーさん登場です。